ワールドカップではかの地に行きます行きます当然いらっしゃるわけですよね、はい、まあこれはやっぱり4年に1回のね、うん、最高の、まあ僕ら外から見るとお祭りって言えるんだけど、うん、中にいるとお祭りなんて簡単に言えないんだけどまあ今回は気が楽だし、ああなるほど、ザックに言ったけど一言だからとか、えザケローニさんに一言だからって言っちゃうんですか。じゃあ俺はこう言えるのも一言だからねっていう話をしたけど、ええ、うん、連れてってくれますよね、ザックさんはより高いレベル行くと思うよ。まあ彼はね、まあ僕が知ってるイタリア人の中では最高に人のいいイタリア人、真面目だし、うん、彼が一番良かったのはまず日本に来た時日本人の話を聞いたよね。そのヨーロッパから来るとね、いやお前サッカーというのはこういうもんなんだ、はいお前ダメ、はいってこう押し付ける人も結構いるんだけど、うん、彼はやっぱり日本人がどうしてたんだ、日本人は今までどうしてたんだとか、コーチとかにも選手にもいろんなことを聞く姿勢を見せてくれた、うん、あれがものすごく良かったなと思って、うん、だから今の選手たちがこう本当に成長したと思うし、うん、チームもいい方向行ってると思うんですよね、はい、ベスト16 そっから先はやっぱり対戦相手によると思うんですよね、うん、ただまあ結構厳しいグループだけど可能性は十分持ってると思ってますね、うん、もう一つ上行く、はい、ディフェンス陣、うん、これちょっと心配だったりするんですが、まあだから今本気で下がって守ろうっていう発想は持ってないチームですから、うん、要はいかにボールをしっかりね、マイボールをキープして相手の攻撃の時間を減らせれるかっていうところを考えた方がいいかもしれない、うん、なぜなら急に身長は大きくならないし、はい、急に1対1強くはならないから、うん、前からのプレッシャーが効いてるうちはなんとか大丈夫だと思うし、うん、効かなくなる時間帯もあるでしょう、ええ、ピンチもあるでしょう、うん、外してくれと、うん、いやなのね試合やってりゃねピンチもいっぱいあるしチャンスもあるんです、はい、それをどっちが入れてどっちが外すかなんて神様しか知らないんだし、その時はその時ですよ、はい、先日小野隆さん、はい、お話できたんですけれども、はい、熊本の、はいはい、現在監督ですけれども FIFA とか UEFA が日本の指導システムを気にしていると、うん、なんで昨今こんなに日本は上達してきているんだっていうことを、うん、いろんな局面で質問されたと、うん、みんなそのデルボスケじゃないけど外から見どう見えてるかってのは分かってないかもしれないですけど、これだけ順調に短期間で進歩した国ってないんですよ今世界で、うん、正直僕ら含めてね現場の指導者みんな試行錯誤しながらねやってきてるのが成果が出てきてる、または協会の方針とかもいろいろ試行錯誤しながら進歩してきてると思うんですけど、僕やっぱり一番ベースはね子供の世代、ほんとグラスルーツのレベルでね子供の世代のボランティアの指導者がたくさんいますよね。自分の週末を投げ打ってこうやる、はい、学校の先生でも休みの日顧問として教える、うん、やっぱりヨーロッパ南米ではこういうことが考えられないんですよ。まあ基本的にプロチームベースですから、そう日本がプロチームできて有名なね選手呼んで J リーグできて、はい、でパッとやったから強くなったと、うん、でもその前にそういうボランティア、いろんなことサッカー協会の人もほぼボランティアでやってたんですよ当時は、うん、今みたいな大きな組織じゃなくて、そういう人たちのこう積み重ねがあってね、うん、初めてできてんで、そう一朝一夕にはできないですよやっぱり。だから中国でも僕言うんだけど、そんなね上だけ見てねそれをパッと真似しようしてもダメですよと、その下にみんなが粛々と積んできたレンガの基礎があるんですと、うん、レンガっていうのは真上に積んでいったら倒れるわけですよ、横にこう高くなっていけば横に積んでいかなきゃいけない、うん、ところが横に積んだ人って評価されないし見えないんですよ、上に積んだ人だけがやっぱり見えてくるからね、うん、だからそういう横に積む人たちがたくさんいるっていうのが日本の強みじゃないですかね、うん。